本命、ようやく王。全部、捨てれば。著者、中野義久。本の概要。本書は、生き方や仕事、お金など人生にまつわる悩みを解決するために、すべてを捨てるという極端な選択を提案する。自分自身の本当に望む人生を生きるために、思い切って現状を断捨離することで、新しい人生を切り開くためのヒントを提供する。押さえておきたい3つの重要なメッセージ。幸せとは、生まれ持った才能や地位、お金、出会った人たち、物質的な豊かさではなく、自分自身の内面から湧き出る喜びと生きがい。今の人生に本当に満足しているのか、もし違う人生を望むのであれば、今の生活から離れて新しい人生を始める決断をするべき。自分自身を大切にし、自分の人生を自分で決めることが、本当の幸福への道である。まとめ。物質的な豊かさよりも、内面から湧き出る喜びと生きがいを大切にし、自分自身を大切にして人生を歩むことが幸せへの近道である。この動画が参考になった方は、高評価チャンネル登録お願いいたします。